皆さんこんばんは。来ているうちに好きなことを楽しいことを同世代応援 YouTuber かずみんです。昨日もお知らせしたように、今からプレゼント企画の応募方法を、発表いたします。多分ね、静止の動画じゃなくて画像の、説明になるとも思いますので、よく見て、応募していただけたらなと思います。簡単に説明しますと、応募方法としてはインスタグラムからの DM とで持っておられる方は、公式 LINE ですね。公式 LINE からの、LINE の、応募ですね。で公式、インスタグラムをもし持っておられなかったら、まあ、インスタグラムを作っていただいたら構いませんし、もしもインスタグラムとか SNS はちょっと不安だなっていう方は、公式 LINE を、まあ、登録していただければ応募はできます。で、応募に関しましてはチャンネル登録も、インスタグラムも、フォローとかはいらないです。ただ公式 LINE を入ってもらうにはどうしても公式 LINEとして、まあ、入ってもらうという形になってしまいますので、フォローとかは、まあ、ともかく公式 LINE を取ってもらうということになるので、まあ、そういうのが嫌な方はもうインスタを、まあ、インストールしてもらわなきゃダメですけど、インストールしてもらって、DM からもう直接、応募していただいて構わないです。はい、というわけで、もう一度ねおさらいのためにまた停止画像にします。はい、先ほどちょっと停止画像で募集しようかなと思ったんですけれども、一応ね、口頭で、あらかじめ少しだけね、説明させていただきます。プレゼントの種類は3つです。各1名様ずつ。猫雑貨、マトリョーシカ雑貨、で、ガーデン雑貨です。で、猫雑貨に関しましては、猫が、まあ、モチーフになっている雑貨というだけで、どういう、猫の形をした何々とか、そういうのじゃないです。猫の、模様の入った布を使うとか、猫を描いてやるとか、そんな感じですね。あと猫に、使える雑貨ですね。猫につけてもらったりとかする首輪とかね、そういうのもありますので、まあ、多分そういう形になると思います。マトリョーシカ雑貨に関しましても、マトリョーシカの雑貨ではなくて、マトリョーシカをモチーフにした雑貨になりますので、先ほどの猫と同じように、布を使ってやるとか、ワンポイントにマトリョーシカが入っているとか、絵が描いてあると描いているとか、そういう感じになります。ガーデン雑貨に関しましては、多分ね、インスタグラムとか時々見ていただければ、私が、まあ、多肉を始めた頃から始めてるんですけれども、リメイク鉢であったりとか、まあ、リメイク館であったりとか、そのリメイク館とかに飾れるガーデンピックであったりとか、ガーデン雑貨だったりとかになります。で、今回は多肉の、多肉はつきません。はい、フェイクとかもつかないと思います。もうガーデン雑貨としてお付けします。はい、以上、各、雑貨を1名様ずつです。で、抽選は、DM をもらった方から、多分お一人ずつにするっていうことができないと思うんですよ。DM にも直接応募してもらうので、ポストが書かないので、DM から直接ですので、公開はできないです。ただ何名様は応募がありましたということで、当選された方のみの、発表で、通知を行くようにさせていただきます。で、当選をされた方はイニシャルとかで必ず、当選を発表させていただきますので、ですね、住所とかもちろん名前は明かさないですけど、イニシャルで何々県の何々さん、M さんとか、そんな形で当選は発表はさせていただきます。それでも一応皆さんには当選された方が、まあ、外れた、当選したっていうのを分かっていただければなと思います。これからまた先ね、時々していこうと思ってますので、まあ、チャンネルね、登録者さんが、増えていけば、お礼というか、感謝の気持ちとしてプレゼント企画はね、やっていこうかなと思っていますので、今後やっぱり、人数が増えていくにつれて、難しく
あの、抽選の仕方がね、やっぱり難しくなってくると、私一般人ですので、あの、まあそんなに増えることがないとは思っていますけれども、一般人ですので、あの、やっぱりね、一人でやっているものですから、なかなか、あの、抽選のこういうね、動画とかも撮れなかったりとかすることもあると思います。はい。ただいまね、260名をね、超えてしまって、もうね、すぐ300名までそこにまで来てるのかなっていう感じもあるんですけれども、一旦ね、この200名様の感謝の気持ちの、プレゼント企画が終わって、すぐに300名が来たとしても、ちょっとね、様子を見たいと思います。やっぱりね、昨日もあの言ったように、一応ねプレゼント企画っていうのはグレーゾーンになるので、これがね違反をしていたらやっぱり注意が来るんですよ、あの YouTube の方から。でやっぱりその注意を言うことを聞かないと赤番になったりとか、もう赤が廃止になったりとかするので、私もあのこういう多肉だけをやってるんじゃなくって、琵琶湖をね、景色を皆さんに見ていただこうと思って、やっぱ広めたのをきっかけに始めた YouTube ですから、やっぱりね、なんていうのかな、昔からやっぱりチャンネル登録をして見ていただいてる方にね、やっぱりこう、閉じなきゃならないことになってしまうのは、ものすごく、苦しいんですよ。やっぱり、14年ぐらいから、2015年か16年ぐらいからもやってて、結構長いので、はい。今、ポットで出てきたのはもう、多肉をね、始めたから、こうやってして皆さんいっぱい、登録をいただいてるんですけど、一応、多肉チャンネルだけではないので、やっぱ皆様の、ね、皆様一人ずつのやっぱりチャンネル登録の数なので、慎重に慎重にやっていきたいと思います。それでは、詳しいことですね、もう一度まとめたことは、この後に画像でつけたいと思いますので、応募をね、お待ちしております。よかったら応募ください。よろしくお願いします。それでは今日はここまでになります。じゃ、バイバーイ。